岡見本君氏、岡見本君氏、三河本、のり1981年8月25日台、は、地方競馬の大井競馬場、小林牧場分級者、三坂森夫級者所属の騎手。ジップ、岡本治は、元増田競馬場の騎手、長教師、岡本市、増田市の末裔でもある。1999年3月31日付で、 地方競馬騎士免許を取得し、マスダ競馬場、岡本治久舎からデビュー。同年4月10日に初騎乗、同日初勝利を挙げると3ヶ月後には、当地のダービーに相当する、日本海特別を制覇。2000年、2002年には、マスダ競馬場のリーディングジョッキーに輝き、乗るグランプリにも選ばれている。吉岡薪子引退後しばらくスター騎士不在であった。 マスダ競馬場であったが、同競馬場を久々にして、最後のスター騎手として、岡本は、この頃より注目を浴びるようになった。2001年5月13日にマカオジョッキークラブが、タイパ競馬場で行った第9回マカオ見習い騎手、招待競争に出場し、海外競馬初騎乗。第5競争で3着、第7競争で11着となった。同年九月十六日に、 大井競馬場で行われた全日本リーディングジョッキー競争各地方競馬のリーディング一位機種が集いレースを行う者ではデビュー3年目にして代表に選ばれ小さな競馬場の若きトップジョッキーとして全国の地方競馬ファンにその名を知られるようになる2002年8月マスダ競馬場休止に伴い大井競馬場へ移籍 10月14日の大井開催で起乗を再開。初戦は一番人気に支持されたゴールドストライク号に起乗するが5着に敗退する。2戦目で所属旧車のブラックエンジェル号で遺跡初勝利を飾った。2003年、レース中の落馬事故により瀕死の重傷を負う。その後2度にわたって1年近くにも及ぶリハビリ生活を送ったが2005年から本格的に 戦線復帰。2006年3月、東京シティ月、南関東 G3 で、南関東重賞初制覇を果たし、6月には、道の区対商店、森岡も制している。また、同年5月13日に、中央競馬初起場を果たし、12月16日の中山競馬第9レース、アイアムアドーター号にて、JRA 初勝利を挙げる。 2007年4月、マイルグランプリでは一番人気の富士のウェーブ号に帰乗し、当場の連勝を10に伸ばす。2007年7月以降競争に帰乗せず、一時は引退も噂された。実際は帰乗停止と謹慎処分が課されていたため、帰乗できなかっただけで、当初は半年間レースに帰乗できない予定であったが、処分が緩和され9月には帰乗を再開した。 2007年10月31日、大井競馬場で行われた JBC スプリントダート1200メートルオフ時のウェーブ号で勝利。自身の指定交流 J プニー競争初勝利を飾った。なおこれは JBC 史上初、また2017年現在においても JBC スプリントにおける唯一の地方所属馬の勝利でもある。2009年9月2日、 第5回船橋競馬3日目第7競争 C12 組条件戦をイングベイで優勝9頭立て1番人気し6798戦目で地方競馬通算戦勝を達成した。しかし不祥事、後日によりこの直後から長期にわたり、騎乗を自粛していたが2010年2月から5月までの期間限定騎乗という形で高知競馬での復帰が決まった。 5月16日、第2回福山競馬6日目での起乗を最後に、高知競馬所属での短期起乗を終了。5月31日第4回大井競馬1日目から、南関東での起乗を再開した。2013年、253章を挙げ初の南関東リーディングジョッキーとなる。2015年3月17日、騎手免許。 更新試験に不合格となったことがノルから発表され、同年5月末日をもって、騎士免許を執行した。このため、同年6月より、大井競馬場、三坂急車所属の長教救務員として認定を受け、騎士免許再取得を目指すこととなった。2016年3月13日、騎士免許、新規一時試験で不合格となったことが本人により、明かされた。 2017年3月16日、騎手免許、新騎士券に合格したことがノルから発表され、同年4月1日付で騎手免許が交付された。騎手デビューの地であったマスダ競馬場が休止になると、正式決定した時、スタン性の高いお上本の移籍先をめぐって激しい争奪戦が発生したとされる。これについては、移籍先となった大井競馬、 それ以外の複数の地方競馬はもとより、地方競馬のトップジョッキーや、外国人騎手の参戦の影響による若手騎手の、不審に悩む日本中央競馬会、JRA マモが、若手騎手の目玉になりうるい材として、勧誘に動いたと当時の競馬マスコミなどは伝えている。しかし、JRA については、当時の騎手免許の制度上、JRA の騎手免許試験を受ける必要があり、 そこがネックになったとされる。JRA にはすでにこの年より過去5年間に中央競馬で年間20勝以上の伊佐を2回以上上げた機種に対し一時試験を免除するという特例。安藤勝美の受験を契機に導入された通称安括ルールがあったものの廃止、休止された地方競馬場の若手の有機種の救済的な受け入れを想定した形で JRA が 機手免許試験の新特例制度をお上本獲得のために設けるのではないかという憶測が競馬マスコミなどの間では盛んに聞かれたほどにお上本の動向は大いに注目された。また、移籍先となった大井競馬場についても多場からの機手の移籍は原則として受け入れない方針だっただけにお上本の受け入れを表明した際には異例のこととして 南関東競馬の関係者やファンから驚きの声が上がったという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。